今回はペインを初見で全員倒せるキャラっているの？について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。ペインを初見で全員倒せるキャラっている？柱間、マダラ。卑劣も江戸天の準備次第なら余裕だと思う。陸道で脅威なのって引力と赤力操る個体と術無効化する個体？八門外ならやれそうだな。自分も死ぬけど。長戸まではたどり着けないけど6体倒せる奴は上位陣ならそこそこいると思う。まずペイン陸道より上の忍びってそこそこもいないと思うんだ。柱間やマダラみたいな圧倒的な火力と物量を連続で放てるのが確実と言える。広範囲に幻術ハメできる眉なし影代わりと相性良さそうなんだよな。ペイン陸道に一方的にこの葉の里すりつぶされたんだから、まあナルト世代の他の里の連中もほぼ無理だよね。戦略次第ではゾンビ戦法も使えるから超火力で本体もろとも広範囲で消し飛ばすぐらいしないと無理じゃないか。こっそり C4 ばらまくとかさ。これ逆に勝利条件積み重ねた上で倒して帰ったナルトなんなんだよ。みんなが情報収集してくれたから。戦乱の時代の影たちでもきついと思うよ。リンネガンチートすぎるんよ。本体はあんなんだがその気になればガリガリから復帰できるんだよな。ペインに負けた仙人モード込みの本気地雷屋も相当強いだろうしな。初見殺しじゃなけりゃというか情報収集だけのつもりの準備から3人殺してザオラル後に4人くらいと相打ってるからスレガと同格には強かったと思う。初見ならこれが確実ってなると本体ごと周りを消し飛ばすぐらいしか思いつかんのよな。7対1だと圧倒的な実力があった上で高度な探知能力を持ってないと勝負にすらならない。サスケならアマテラスで全員燃やして終わり。まず戦術のスペシャリストじゃないと話にならないからそれ以外はし。キュービぐらいの火力があれば余裕。単純に陸道ってだけの部分だと一番使いこなしてるよね長戸。サスケは天道が軌道くらいしか使わないんだよな。地獄道はシャリンガンで足りるし、修羅道はスサノオでいい。畜生道はサスケは動物使い捨てみたいな術あんまり好まないイメージあるマンだ。あいつは死んでもいいやつだから。畜生道の増幅口寄せに対抗する術が限られてるからよっぽどのことがない限り有利取れる。柱間マダラ陸道仙人モードナルトリンネシャリンガンサスケは確実に勝てる。ナルトはクラマプラス仙人モード。サスケは万華鏡忍海対戦時の時でも多分いける。カカシオブシャリンガンは戦力的には問題ないけど本体見つけられなくて詰むかもしれない。情報込みとはいえこんなインチキ集団によく勝てたと思うよ。勝ち方もいいよな。サスケの地爆転生はコアなしなのずるくない？対処法が力ずくで引き剥がすしかないじゃん。初見殺し集団のボスだからこれぐらい強くないと困る。困った。本体がアーナのもあって他の連中と違って嫌でも習熟度上がる状態だからな。長戸里の結界探知するのに白眼みたいな機能使うの地味にずるくない？仙人兜とどっちが強いかな。江戸天入れていいなら兜かね。仙人兜で小地派兄弟相手に互角の戦いできるあいつはちょっとおかしい。あと範囲攻撃の音幻術はスレが特攻に近い。そういえば人中力陸道の時はリンネガンの能力使ってなかった気がする。口寄せとか地爆転生使ってたでしょ。美獣入れてる都合使えないとか言ってなかったっけ。うろ覚えだけど人間道と地獄道が若干能力被ってるし地獄道は復活限定でも良かったんじゃないと思ってる。仙人モードのナルトも実質負けだしな。情報さえあれば地雷屋は勝ってたらしいね。チャクラ量十分の全盛期のヒルゼンとか情報がメインな使い方されたけど乱戦の最中に頭触られたら即死の人間道が一番クソゲーすぎる。どう考えてもすでリンネガン持ちより強い柱間山だらおかしいでしょ。仙人モード時の地雷屋はこれオロチマルより強いだろって思いましたね。リンネガンの基礎能力強いからサスケもガンガン使えばいいのに。雨の手力とかいう誰も対応できなかった最強能力。仙人モードはチャクラバランスが重要だから地雷屋は対オロチマルなら仙人モード使わない方が勝ち目ありそう。オロチマル絶対対仙人モードメタの手段持ってるよ。半端な火力でゴリ押ししようものなら天道で弾かれるからな。動力も無限じゃないしサスケはシャリンガンと雨の手力からメインの使い方してるだけじゃね。それでも地爆転生は使うけど陸道とはこれといった因縁がないのに使いこなしてる長戸は何なんだ。範囲やっぱおかしいよ。なんだよこの破壊滅って。すごい精度の高い区物使いみたいなもんだよね長戸。ペイン編って全然語られないけどなんでなん。ペイン編面白いやん。地雷屋が死ぬから語りたくないんや。ほぼ全員が生き返ったから地雷屋死ぬ以外地味。地雷屋はようやったってことや。この手のスレでまず真っ先に出てくる柱間美獣もリンネガンもない自分の実力だけで勝負する真っ当なキャラなのにどうして。実際地雷屋は本物がいないことに単独で気づいたし元から戦闘するつもりで行ったら勝ててたかもしれん。本物がいないことさえ分かれば真面目に相手する必要ないし
ナルトもジライアが予言の旅の道中でペイン陸道の素体に会ったことがあるって反則技で正体に気づけたから1回目の戦いで勝てただけだから。ペイン陸道に干渉できる強さがないと1回目の戦いで犠牲にしたものが無駄になるのがしんどすぎる。神羅転生も大概やばいけど6人相手に万象天印で無理やり引き寄せられてはめられるの割とどうしようもなくないか。輪廻岩で下手な小細工は見破られるだろうし。倒したと思わせて復活やられたら千人ジライアの危険感知あってもやられるほどの不意打ち食らわせてくるからな。陸道とか柱もまだら覗いたら港ならなんとか継承でかわせるかってくらい。封印できるイタチとか隔離できるオビトもいけそう。ラスボスクラスじゃないと初見じゃ無理だな。江戸天イタチならやってくれそう。天道突破するイメージ湧かないけど、イタチなら大丈夫感ある。イタチは過大評価。本体が別にいることに気づける探せるのと、陸道とやり合える強さが必要だから、かなり絞られるな。全員倒しても本体倒さなきゃ後ではいてくるからな。本体隠れてリモコン操作だもんな。割と超古速。天道だけ強すぎ。なんかあんまり納得いかない倒し方だった気がする。割と力ずくだからな。サスケもマダラも他の陸道系の術もっと使えばいいのに。全部使えるとちょっと強すぎるし扱いが難しいのかもしれない。口寄せ動物にも視界共有できるのが地味にずるい。あの世界って相手の記憶読むの難しいっぽいね。その道のプロっぽいの後の仕事見るに。あまりに能力がめんどくさかったのか江戸天後はサクッと処理される長と。サクッとなるとトビーとイタチの3人がかりで。マダラ覗いたらカブト組でぶっちきりで最強という。カブトが調子こいてマニュアル操作してたおかげで千葉区転生破られた時の煙で視界塞がれて封印。って流れだからな。死体回収できなくても後から補充はずるいでしょ。ガキ道ばっか使われる。ぶっちゃけ能力6個に分けんでも一人で全部使ってた時のが強くね。って思う。江戸天前長とはそもそも病弱だから。そうなんだけどこれの場合のメリットっていくらでも復活させれるところだからね。弱点は機動力。輪廻岩がたくさんだ。天道のインターバルが意外と長かったけどカカシから見たらそんだけっぽいな。長戸はチャクラスってガリガリが治るなら前もって誰かの吸えばよかったんじゃ。美獣レベルのチャクラスはないといけないんだぜ。サスケは本編中で陸道の術練習する機会ないだろ。イタチといい長戸といい吹っ切れると茶目っ気が出て人格の根の部分が見えていいな。輪廻岩はあの時点で出していいものじゃない強すぎる。なんでシャリンガンすっ飛ばして輪廻岩持ってたんだっけ。輪廻岩を移植されたから。長戸の輪廻岩はもともとマダラのもの。千葉区転生は使いどころいつだよってくらい大技すぎる。全体的に強すぎてガキ道以外どうやって倒したか覚えてないわ。江戸天長戸も仲間になってナルトとのコンビを見てみたかったけど少々火力型でな。もともとほとんど開眼できない代物なのに視界共有なんて地味能力ついてる意味あんのか輪廻岩。普通にやられたけどかなり頑張ってたカカシタイペインが地味に好き。正直ガイガイたらまとめて負けてるくらいのスペックだと思う。指紋開けでもしない限り天道だけは無理だろ。そしてガイ先生が居合わせたら指紋開けさせちゃうだろうからストーリー的にも任務で外してたんだろうし。八門とか相性最悪やろ。一人引いてやか近くなのに。なんとか前線できそうなこの派の人員みんな外出てる。断層は地下に潜ってないでちょっとは手伝え。長戸に比べるとやっぱりオビトは輪廻岩の才能はないんだなってなる。あれだけの数の視界を共有したら長戸の頭破裂しそう。すげえ強いんだけどなんか地味。なんだかんだでペインより強い敵ってマダラ戦までなかったな。一応正体知ってるオビトには負けるんじゃないか。口寄せのケルベロスみたいなやつってアマテラス以外に倒し方なさそう。ダメージ食らうほど増える謎のチート動物から洗顔でなんか倒せたけど。カカシも普通の犬じゃなくてああいうの口寄せできないかな。チートじゃなくて増殖口寄せの術難度 B だよ。あれで B なのか。ガイと冷やし不在時の佐藤装置ショーペイン。ガイ先生と冷やし様がいたら撃退はできてただろうけど千人モードの感知がないと長戸を見つけられずに再補充されるんだよな。七問以上解放すると実質戦闘不能になる。ガイ先生とはむしろ相性悪いかもね。上位の人間やめてるやつでもなきゃ区内で刺せば一応死ぬからな。さすが暁のボスは他メンバーとは実力も実態も一線超えていた。正直種わからんならオビトでも勝てるか怪しいからな。カムイのおかげで負けもしないから。千人モード習得してもなお勝てなくて九尾暴走してもまだ倒しきれてなくて最後元の状態でなんとかギリギリだからクソ強かったな。近接スペシャリストなくせにガキ道倒せないキバさん。相手考えろよ。キバは通過しかできないだけでスペシャリストじゃないだろ。鼻がいい以外に特徴ないからなキバ。そんな、影分身も習得してるのに。陸道って篠だったら貫通できたのでは。火力足りねえ。輪廻岩の基本的な能力を一番使いこなせてるのって長戸だったな。マダラもサスケも大筒きもあまり使ってなかった。
そりゃ固有動術があれだけ強かったら口寄せと尋問と尋問とサイボーグになるのは使わんわ。全然使えなかったかぐや可愛いよね。神羅天聖が使えることをうっかり忘れてる可能性がある。かぐやは仕方ねえだろ。第7班に囲まれて完全に処理落ちしてた。逆ハーレムの術とか多分まだらだったら考えながら対処しただろうしな。意外性ナンバーワンってのが最終戦で出るのいい。扉もハーレムの術とかなら一瞬時間稼げそう。ハーレムは効かないけど逆ハーレムはまだらにも有効かもしれない。皆さんはペインを初見で全員倒せるキャラっているのについてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。